どうも、ショータイムゴルフです。復活したで。プレジェンカップみたいなやってみよう。ティーショットはみんな打って、うん、いいホールド選んで、交互に打つにしたらいいですか。とりあえずハーフそれでやってみません、やってみよう。第1回ショータイムゴルフプレジデンツカップ、ライダーカップじゃない、ライダーカップ。なんでカメラ回るとそんなつまんない。カメラ回ってないんだけど、面白いよ。じゃんけんぽい。誰も勝った方、勝った方と負けた方みたいな。どうする、グッドパーティー。勝った方と負けた方でいい。いいよ、せーの、スワグ、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あざっす。でも 0.5 もらうんでしょ、かっちゃん。そうだよ、0.5 もらうんだ。真面目にやれよな、かっちゃん。最初後ろ結構空いてるみたいな。ジアドで秋山カントリークラブ、テルキ君の、僕が今日テルキ君スペシャルでしょ。僕が育ったコースなんで、パー4でよろしくお願いします。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 サラダキャン、ナイス。うまっ、うまっ。フェード今日復活いきますね。今日の動画やっぱ活動、お願いします。何ヶ月ぶりだよ。いいね。あ、どうしたんですか。下がってない、大丈夫。下がってない。右の斜面から。下がったら OB。え？下がったら OB だ。右 OB だ。左は？左も起こったら OB です。即死。今日の一日は。あれ、俺とテルキだね。これ何これ？これも何、新しくなった。手持ち。はい、お願いします。やだ。やだ。はい。曲げたらマジ土下座して。ショウゴと同じチーム、勝也さん。スタンスいいですね。水曜の餃子1年分ちょうだい。なんで俺だけ土下座するの。ドレス良くなりましたね。おぉ、おぉ、おぉ、ラッショー。すげえ、めっちゃいいじゃん。しかもめっちゃ飛んでない。飛んでないあれ。ガッチャン、ガッチャン、ナイス。何、どうしたの。練習してるから、やっぱりやっぱ3日連続練習したの。いい、ね、練習デートいいじゃん。練習デート3日連続練習デートいいじゃん。練習デートね、彼女と練習してる人は違いますね。さあ、ショートさん、越谷で再発した肩を直しての参戦です。オーケー、ナイスショー。飛んでんな、相変わらず。軽く振ってもね、軽く振っても飛んでいきますね。さあ、このトリッキーな秋山カントリークラブを攻略できるのか。翔吾と僕はね、回ったことありますけど、翔太さんと勝也さんは初めてっていうことで、多分ね、かなり驚かれると思います。ここは距離は短いですけど、結構戦略性もあって練習にはもってこいなので。まあ、てるき君の僕も10歳ぐらいの時からここお世話になってますから、だからここら事故だら覚えちゃったんだ。しょうがないよね。お願いします。ここで事故だら見てください。オーバードライブ、全ての人をオーバードライブしました。自分の自慢ばっかりすんな。いや、えぐい球だったね。こっちゃん、本日一番でしょ、このティショット。いや、本一はもう今日これ以上ないっす。もう出ないね。もう出ないね。やて時は100ヤード。100ヤード P。 咲いた。でかいジョクラブ持ってるのか。いいんじゃない。いや、ちょっとでかいよ、あれは。いいよ、乗れば。おぉ、いいんじゃないこれ。あ、ちょっとでかいかも。何ヤード何番。山梨がいいわ。今日雨予報だったけど、降ってない。そうっすね、久しぶりっすね、怪我明けて、ね、俺が、ね、
なんかさ、怪我するとさ、ゴルフする幸せを思うよね。思わない。ゴルフできなかったからマジで。そんな楽しいのゴルフ？え、超楽しい。あれか。どっちだ？テレキみたいな。テレキみたいな。2人ともうまいっすね。じゃあ入れてくれ。これ入る。これは。入った。根拠のない自信がある。切れないからね、重たい。さあ、セカンドショット。僕、竹内が打ちましたので、バーディーパットは翔太さんが行きます。下りフック。まあ、秋山君もグリーンちっちゃいんですけどね、傾斜がすごいんで、結構切れます。しっかり打った。いや、うまいな。はい、惜しい。じゃあ、真っ直ぐ。じゃあ、OK はまあ打っていいってことにしましょう。まあ、OK だから。いいってことにしましょう。入れてね。下りだから入れといた方がいいんじゃない。右打ち当たる。中打ちだって右打ち。右打ち打てよ。右打ちの意味が。2メートル弱の。下りのフック。右打ちだよ右打ち。レッドリー。ナイス。さすがっす。カッチャンはね、絶対ね、いじめた方がうまくいくんだから昔からそうなの。叩かれて伸びる、叩かれて伸びるタイプでしょ。よくわかんない。マジ 0.5 いらないでしょ、これ。いるわ。なしだな、なしだな、なしっすね。いるいるいる。いや、なんで、ずるくない。そのファーストホールで変えるの。いらないっすよね。だって一番飛んでんだよ、ドライバー。そうっすよね、まっすぐ欲しいくらいですよ、0.5 だ。そうやって次から全部オーバードライブしてくせに。君たちがそんなこと言ってるから女性の視聴者増えないんだよ。関係ねえ。なんならお前が原因だよ。そうだ、お前が原因だよ。ああ、いるから。浅野だよ。浅地くんとか言ってほしいわけよ。最近どう、浅地くん。浅野だよ。やりたいの。やりたい。やってあげようか。いやいや、そういうんじゃなくて。やってあげようか。やってほしいですか。いや、先輩がそういうならやりますよ、後輩の僕としては。じゃあやってほしいわ。じゃあ絶対滑るからやめといた方がいいって。最近練習してるみたいですけど、どうなんですか、浅地くん。浅野だよ。なんで浅地さんなんだよ。おかしいだろ、レベルが全然違うだろ。なそうなの、浅田さん。浅野だよ。いや、めっちゃしらけるわかるよ。だから言ったじゃん。180ヤード6番。ピン左真ん中です。いや、いいよ。うまっ。うまっ。ナイスー。どうした？ピンだって。え、膝届けた方がいい。何番ですか？6番。はい、大丈夫、照れてる。お得意のショートだな。天下の宝刀。これもいいライン入ったわ。これ入ったわ。ありがとう。ショート、うん、ショートショートショート。テレキここです。え、180ヤードだったの。正午180で打ち上げが2。182か。尾崎選手判定は6。はい、6番アイアンです。あっとだ、振った。サブグリーン、ナイスオンだよ。ああ、ありがとう。うん、サブグリーンも届いてなかった。いいよ、買っちゃった。調子悪いね、うん。あ、すごいね、このカメラすごいね。すごい、これ録画ボタンもあるし、すげえな、これ。これも6番で飛ばし屋じゃないですか。飛ばすよ。もう深井ありがとう。俺と同レベルだよ、うん、お前は超えた。ハンデいらないよ、いらないな。ひどいね、かっちゃん。ごめん、ハンデいらなくね。ひどいね。いやいや、君たちね、男として終わってるよ、それは。
マジで俺が終わってる男として終わってる男としてファンで欲しいとかしょしたん肩大丈夫っすか。いや今言ったガッてねえウォームアップした方がいいよ。俺だって怪我してからめっちゃストレッチとかはストレッチポールやってからラウンドするようにしてるもん。結構喋ってる感じでうもう結構余裕といてそのままみんな喋ってる感じで どうもいつもの感じ。いつもの感 じこんな感じですよ。こんな感じじゃない。背中向けちゃダメじゃん。何喋ったの。何喋ったの。喋ったよ浅田さん。浅田さん喋ってよ。にはお。お元気ですか。マジさ。クソつまんないよ。なんでだよ。いい加減にしてよ。今日の主役はてるてるでしょ。なんでなんでなんで。てるてるの師匠の俺の師匠のルーツですからこのコースは。師匠。師匠。師匠だよ。もう何回師匠って呼んでることか。この喋り全然使えないけど大丈夫。編集しても無理だよ。ありがとうございます。あー繋いだわ。繋いだわ。いやうまいね。繋いだわ。めっちゃ繋いだ俺。すげー繋いだ。見たんでしょ小島。小島見た。あいつ喋れねえもん。真似する対象間違いない。いや全然喋れない。おしゃれイズム見たんだよ。俺のあっちじゃない。俺のあっちじゃない。やばこれ。なんでいらんいらんいらん。なんでいらないよ。欲しいよ。むしろくれよ。面白いこと言うね君。今ショートさんが肩やったからハンデ。いらないいらない。なんでなしで。え、これ何撮ってる。カップの横からバックスピンしてきちゃった感じのやつですね。でもボール変えたらいいじゃないですか。いいんですか。俺のマークでもいい。早くして。マークストーンを待たしてんだろ。え、あって。スロープレーだわ、スロープレー。ショートさん、バイパッド。上りフック。マジちょっとショート。ちょっとこれ結構大事じゃねえのか。マッチャが関係ねえ。大事でしょ、ね、大丈夫、カッチャン外すから。うん。ナイス。ナイス。あ、もうこれこ言わないでおこう。何して外してもらいましょう。どうしようか。もうまっすぐだね。プレッシャーかけて。目つぶるって言ってませんでしたっけ。いいよ別にガチャ目つぶんなくて。目がね閉じないんだよ。つぶって病気になっちゃう。おぉ、危なっ。外したと思ったんだけど。手が震えた。手が震えたぜ。手震えたって2連続バーディー。気持ちいい。これが上手い人の気持ちか。怒られるよそんなんで手震えたとか言ってたから。これが上手い人の気持ちか。やばー、2連続バーディー。ちょっと待って、あれやあれや。ありえないよ、どうしたの。やばい、チーム分け間違った。間違ったわ、これ。はい、いいよ。ちょっと右。OB だ。マジで。これ絶対 OB じゃん。この木の方。あるか。先行くわ。多分ネットに引っかかってるぞ。あっと、ちょっとドキドキしてきたな。左目でいいですね。ハート道。ハート道狙ったんだけどさ、今日見遅れるさ。ドライバー。ドライバー。はい。おー、捕まった。これやばい。こっち側にまっすぐプールしました。かっちゃん。お。チョロでもいい。チョロ？ドライバーチョロ打つ。チョロ打てないな。調子いいから。スペン。うん。うま。大丈夫か。そうね。この。バンパーかも。ナイス。はい。負けはない。見えてるフェアウェイ。見えてるフェアウェイにまっすぐ行けばいいの。言ったら大丈夫。左は山の方向行くとバンカーがあって、うん、それ越えると OB。え？右とか左ある？まっすぐ。
これストローク？いや、待ち。ストロークじゃなかったっけ？一応暫定打ってもらっていいですか？俺も？だって2人とも OB の可能性あるんだ。まあ、勝谷さん多分大丈夫だけどね。はい。ナイスショット。そんなスライス打ってたっけ？大丈夫。この辺っすね。これフェアウェイ。境目ぐらい。いや、直感？多分ね、もうちょっと打った方がいいっすよ。180ぐらいです。はい。6番で。はい、6番でいきます。右はまあまあ広いんで、右手前ぐらいのイメージでいいですよ。左はバンカー入っちゃうと思う、多分距離的に。右過ぎ。そうじゃん。まあでも全然問題ない、この方向。向き言ってね、ダメだったら。それ言っちゃいけないんで、今年から。これでいいだ。オッケー。ナイス。ナイスです。これでバーディー狙えるかな。大丈夫でしょ。こんな感じで。いいよ。はい。じゃあ勝手さん、なんか勝手さん、面白いよ。いやいや、みんな笑ってよ。みんな笑って。笑えよ。笑ってるよ。笑ってるから大丈夫。もっといい笑顔出せ。どう最近テルキ。調子は？もうバッチリです。ありがとう。はい、ショート。バッチリ。バッチリ。何食べてんの？昆布。昆布。ありがとう。昆布おにぎり。はい、うん。正午はさ、まあいろいろあると思うけど頑張れ。見てください、これですか？もう余裕です、こいつ。最近もう、俺天才だわぐらいの勢いで来てますから。まあ。でも調子いいね。オーバーも打ってたけど。正午調子いいね。60ぐらい。打ち上げ。いいんちゃん？でけえな。でけえな。止まってきたな。調子いいな。次やるよ。いや、テルク今ね、アプローチめっちゃいいから。結構なんかいやらしいよ、この。これ寄らねえわ。転がんねえだろ、そんなに。よっしゃ。ダイヤモンドカップ見すぎた。なんか言ってるよ。なんか言ってるわ、あいつ。ちょっとさ、脱がなくていいっすか？うん、いいよ。それでマークする？早いと思ってた。覚えて。うん。うん、オッケー。オッケー、はい、ナイスパー。どうす、ありがたくいただきましょう。かっちゃん、ああ右打ちだから。お、任せとけ。入んない。遅い。入んないこれ。ありがとう。すげえ見えてんじゃん。ありがとう。土。オッケー。オッケー。ありがとう。一回そのまま。はい。高評価とチャンネル登録お願いします。